どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日は文春法、ついに松本淳被弾ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、ジュリー氏の秘蔵子とも言われる松本淳さんに対して文春法がぶっ放されましたということがありまして、まあ今回はね、この件を中心にお話をしていきたいんですけど、まあ当然ね、詳細についてはお話しできないので、下に貼っとくんで、まあえっ、ー、と、デジタル版で見るんだったら、まあ えー、初月300円からやってますの、ね、でそちらで入っていただくかえっ、ー、と木曜日にはですね本誌の方が出てそちらの方でも出ますんでよかったら読んでみてくださいって感じでで今回の記事は簡単に言うと松本潤さんが、まあ、タイガーに出ておられて NHK 内部でわがままざまやってますということですよねで場合によってはこれ台本解約してですねまああまりにもひどいからあだ名はセリフ泥棒とかですねまあむちゃくちゃ書かれてるわけ <laughs> なんですけど でまあある程度ねやっぱりタレントさん売れっ子タレントさんなんで私はわがままはあってしかるべきというかまあ別にあってもいいのかなと思うんですけどそれってでもあくまである程度事務所内部で収めるような話であって、まあ、それがあの、まあ、特にね大河のようにみんなで以前から準備して頑張るようなやつで、まあ、本人のわがままみたいなものが反映されてはいけないよねっていうふうにまあ私は思うわけですしでそれを通すために あのー、そうですねまあ簡単に言うとパワハラ行為が行われてると私は思いました。っていうのがまあまかり通ってるっていうのは普通におかしいよねっていう風なところででそれがでもなんでそんなこと通用するのかですよあのめ,めちゃくちゃ威張ってる天下の NHK さんですよあの <laughs> ですよあのー、がですよ あの一タレントのの言うことをななんでで聞くかかって話じゃないですかでやっぱりその背景にあるのはやっぱりジャニーズですよねジャニーズ。で今まで作り上げた、まあ、帝国の力によって、まあ、そのことによって、まあ、タレントのわがままが通用してしまうような環境を作り上げてしまったっていうところがあって、まあ、それを受け入れている業界どうなんだっていう話がありつつですねただ今この場に至ってもですよ だからこの、まあ、ジャニー喜多川氏の加害問題が BBC に報じられているのが探月と、まあ、それ以降さまざまな動きがある中で、なんか今まで通りいかねえんじゃねえかなってやっぱりどっかで思わなきゃいけないじゃないですか。で、それに気づいた、あなんて方の一人が岡田さんで、v、元 V6 のね、まあ、その方はまあ出ていかれるじゃないですか。で そのまあ、ジャニーズ事務所の顔って、ね、例えば木村拓哉さん等々の名前も出てますけどでもやっぱり直系直系っていうんですかねいわゆる <laughs> 前傾を持ってる、まあ、ジュリー氏のまあ何て言うんだろうな、まあ、一応育てたと言われてるっていうんですかね担当していたあ中で一番売れてるのがおそらくは松本潤さんとか一番押されてるのはこの人ですよね。 だから、ある種、いろんな批判を背負っててもおかしくないんですけど、まあまあ、ただ今、あの、まあ、ラッキーなのか、ラッキーじゃないのか、よくわかんないですけど、まあ、タイがやってて、本人もあまり発信できないし、 まあそこはちょっとあのかわいそうだよねって感じでみんながなんか様子見てるっていうのがあってひょっとしてそれで今までねあんまりやられてこなかったのかもしれないんですけどまあ文春さあそこに突っ込んでいくという <laughs> 形ででここはね詳しくは本詞を読んでいただきたいんですけど書かれてるわがままがわがままっていうかパワハラだながもし本当だとするならばまあこのタレント終わりなんじゃねえかなって私としてはちょっと思っちゃったんですよね。ただ本 えっと、事務所であるとかは、まあ、基本的に否定してるし、それからまあ台本をね、まあ、解約されたとかいろんな話が出てますけど、関係者は、まあ、名前が出てる関係者は、いやいや、話し合ってみたいなことを言ってるという形で、まあ、実質否定してるような形の回答があるんでね。だからこれについては本当かどうかは私はよく分かりませんけど、ただね、こんな、まあ、書かれてるのめっちゃ書かれてますからね。その <laughs> 本当だとするならばこれだっていくら指定したってどっかから出てくるでしょだって他に俳優さんもいればスタッフもいるわけででだって番入しては丸すぞとかですねめちゃくちゃ言ってるわけですよという感じでえっと文春さんの方がですねはいえっ、ー、とこちらが文春さんの方の記事でえっ、ー、とそうですねまあ300円で続きやめますんでぜひどうぞって感じなんですけどタイトルとしてですね「証拠入手」と。 タイがどうする家康嵐松本人を告発する脚本を解約助監,助監督に丸すぞ NHK スタッフ姫我々ジャニーズの下請けかっていう感じでねすごいタイトルですよね <laughs> という形でねまああのこのタイトル読んだだけでも分かるようにすざ、まあ、まじいことを、まあ、やってますっていうことが、まあ、描かれていて でそうですね。だからこれがジャニーズの庇護がなくなったらこんなこと言えるかっていうと多分無理ですよね。使われないっていうかまあそもそも通さないしじゃあやめてみたいな話になるわけだと思うんですけどね。はいであとはその年齢的にね例えば本当に。 本当のスタートやっぱ20代ぐらいでわーっと出てくるじゃないですかそういう人がある種勘違いっていうのかなかまあ勘違いしてもいいと思うんですよ、まあ、若,く若くてねめっちゃ、ね、人気ワわーっと出てねで調子に乗っちゃって威張っちゃって俺の思い通りにしろみたいなねまあでもそれに伴うような人気本当に世の中が熱狂するぐらいの人気があるんだったらそれはまあ勝手にやってくれてたし ことだし、まあ、それをね受ける側がそれを飲み込んででもこのスターを使いたいってことだったらまあ好きにすればいいと思うんですけど松本潤さんってそこまでね人気ありますかっていうのが私の個人的な <laughs> 感想で別に「大河の主役級」で言うと人気ある人なんていくらでもいるでしょって私は思うんですけどね違うんですかね。でだしあのー、このドラマは私は見てませんけど最初の配役見た時に。 松本潤さんがいてで岡田准一さんもねおぶ信長役で出てこられててでそこのシーンだけちょろっとだけ見たんですけどそこだけ引き締まってるというか <laughs> どっちが主役やねんみたいな感じになってるんでまあ多分ですけど NHK さんとしてはこの岡田さんもセットで出てもらってまあ なまあそこについては、まあ、どういうつもりかわかんなかったんですけど分かんないですけどまあ多分でも松本潤さん俺が主役で俺の人気で頼まれたって思ってるんじゃないですかねここまでわがまま言えるってことはねで一応タイトルみたいな形でいくつか内容が出てますけどねあだ名は 大セリフ泥を書き直し連発脚本家に聞くとっていう感じでねはいまあこれもねなんかもういくつも事例を出してですね <laughs> まあ具体的にこう変わりましたっていうのが中に中でね、まあ、指摘されてるんですけどなんかねそのまあいわゆるね世の中には例えばえっとまあうるさい一人いるじゃないですかタレントさんでもねタレントさんっていうか俳優さんでもいろんなタイプの人がいて。 何も言いませんとあの言われた通りや,やるのが俳優の仕事ですって人もいれば俺は口出すよと一緒に作り上げるんだっていうタイプの人もいて口出すことがいいか悪いかについては私は専門家じゃないのでわかりませんただその変える内容が口出すとしたらあの作品のクオリティを上げるために言うんだって だたら、まあ百歩譲ってオッケーの人もいると思うんですけど、俺様をよく見せるためにみたいなことですね。例えばね、主役の人が例えばですよ。例えば、主役の人が俺がもっと目立つようにするように、他の人に食われないように。まあ、そういうのを変えていくみたいなことを主張してるとしたらですね。 まあそれはありえないよねって話ですよ。で、こういう系の話は噂レベルでジャニーズのタレントさんにすごく多いって話を聞く。まあここまでじゃないですけどね。要はやっぱり見られる仕事なんでね。 ある種アイドルなんですよね。だから自分であるとか自分のグループがいかにこうファンの皆さんが見た時にかっこよく映るか魅力的に映るかっていうのは常にやってるじゃないですか。でそれ素晴らしいわけですよ。でもそのロジックを例えば CM 撮影であったりとかいろんなところに持ち込んでた時に。 それはちょっとねみたいな形でまあもそもそも業界内の評判が悪いっていう噂を聞いたことがありますっていう形ででもまさか例えばねバラエティーであるとかあの芸人さんがねあの主役であるバラエティーであるとか俳優さんが主役であるそのドラマの現場映画の現場とかにはまさかねそういうアイドルロジックを持ち込んでいないだろうって私は勝手に思ってたんですけどひょっとしてそこまで持ち込んじゃってたとしたら まあそれはねちょっとさすがにやばいでしょうと。でだけどこれも昔はなんかよくよくまあこれもまあジャニーズの方がよく言ってる木村拓哉さんとかも言ってんのかなそのなんかなんかの対談かなんかで言ってたんですけど昔はだからアイドルっていうことでバカにされててだからその俳優さんに認めてもらえなかったという時代があってでその時はあのアイドルに見られないために まあ切磋琢磨してとかいろいろ言ってまあ地位を確立してきたみたいな話があるんですけどまあ何て言うんだろうまあもともとはそんな感じだったわけですよねでいつしか <laughs> いつしか俺が脚本に口を出すみたいなレベル感にまで至ってるっていうのに関して言うとそれはやっぱり事務所をやっぱり大きくしてきた例えばスマップさん等々ですねまあっていうことでその事務所に力を与えてきた まあ、あの過去のスターの方がおられてでその事務所の力を使って言うことを認めさせるみたいな状況になっていてだからこれは本当に加害問題を報じさせなかった問題とやっぱり共通していてすごく問題ですよね。かつなんか加害問題がこんだけ騒がれてるのに、えっとね、確かねこの、まあ、文集さん読んでいくと直近の話で言うと9月13日の話が出てきます。 いやね、それ、いや、やりますだっていう、加害問題が話題になってるんですよ。そしたら、当然、あの、ジャニーズのパワハラ問題も当然問題になってますよ。も、なってんだけど、まあ、まあ、両方アウトじゃないですか。で、もし今やってる人がいるとしたら、それは、こんだけ問題になってるから、自分も改めようと思うじゃないですか。9月13日にやりますあの、いや、だからさ、ひょっとしたら、ジャニーズの中においては、性加害はアウトだけど、 あのパワハラとかたちょっとの暴力ぐらいだったら OK だと思ってませんっていうね実際東山氏もあの自分の、まあ、加害問題については、まあ、あのなんだセカラ系の話は全部否定してんだけどパワハラはまあ,あったかもしれませんって言っててそっちはなんか OK だしケー、OK、っていうのを認めてて <laughs> だから <laughs> これひょっとするとですよなんか パワハラはオッケーじゃねえって思ってんのかなということで <laughs> ちょっとねそれをまた勘違いしたタレントがいるって話になってくるとこれちょっとどうかなと思いますけどねまあっていうところでなんかこう想像以上に口を出しててでなおかつそれが作品が良くなる方向性ではない形のまあ解約を指摘されてるような内容が描かれてるんでよかったら見てくださいって感じですかねまああとは まあ、岡田中一さんの話のところはどこまで本当かわからないですけどまあ結構要するにねまあ簡単に言うと食われていたわけですけどあの <laughs> まあそこはあまりつくもとかわいそうですけどあのまあしょうがないですよねだって武将を描くわけですからそのまあ岡田さんってまあ格闘家みたいなもんで今日シュッとしてるじゃないですかそれはまあ武将似合うのは当たり前で。 であの最近のやっぱり本当にたいがけのやつ見て思うんですけどみんな顔が綺麗じゃないですか顔の綺麗な人が出てきて戦国武将とかあるいは戦争中の話とかね出てくるんですけどいくら顔をねあの化粧化粧っていうんですかこう汚してみても綺麗なものは綺麗だし普段いい生活してるっていうのは顔に出ちゃってるからもう私はもうずっと違和感あるなと <laughs> 思ってるわけですよまあまあいいんですけど。 あの普段、あこう、こいつはなんか油もんばっかり食ってるような生活してるな、みたいな子供が出てきてですね、まあ孤児みたいな感じで出てくるけど、いや、お前絶対困ってないやろ、みたいな、その <laughs>、3食毎日楽しく食べとるかな、みたいな話なんですけど、まあまあ、それは別にしょうがないんですけどね、しょうがないんですけど、あの、あ,あ、まあ話とれた。あの、っていうのがあって、まあ、まあ、いろいろあって、まあ、小田淳一さんに対してどうこうっていうのはあるみたいですけど、 まあその結論としては岡田さんは結局このジャニーズを辞めたんですよねだからひょっとだからジャニーズの中にいる人でもいろんな人がいてあのちジャニーズの力に頼らないとやっていけない人あるいは使ってもっと大きくなる人いろいろいると思うんですけど岡田さんはまあ出てもあまり変わらないみたいなことなんでしょうねかつうんまあわがままざんまやってったら多分出てったら多分仕事なくなっちゃうんでそういうのもしてない可能性が高いと。 いうところでまああとは禁煙室で愛こす椅子蹴りはいいんですけど、まあ、まあよくないけどあいつを外せとかですよねはいとかまあ要するにまあやっぱりパワハラだよなパワハラだし人事にも正直口出したりとかしてるんで。 ここについては大問題で NHK さん自身もこれは自社検証いるんじゃないんですかと思いますけどね。はい、でまあなんかこれも私の個人的な素人の感想ですけど本来はこういうのをするのはどっちかっていうと NHK さんなんじゃないのと思ってるわけですよ。<laughs> ま,あめまあまあまあ要するにそんくらいの力を持ってて圧倒的に強くて。 で NHK さんに出るために安くでもみんな出ます何としても出してくださいみたいなもんだと思ってたんですよね。で特に、まあ、紅白っていうのはまあ立花隆さんの話によると出るためになん、まあ、芸能事務所がこう列をなしに何でもしますみたいなね、まあ、そういうので接待するぐらいの関係性なんで、まあ、こんだけタレント側というかが威張ってるというかっていうのは、まあ、なかなかありえない事例で。 これ成立しちゃうって、いかに NHK とあのジャニーズがズブズブかと。で、それは単なる力関係だけではなくて、まあもっとなんかあんじゃねえのかなーってやっぱり <laughs> 思ってしまうんですけどね。そこはぜひ自社検証されて、あの自らの海をね、出してほしいと思いますけど。はい。ということですかね。まああとはまあこの辺の有村架純さんの話とかまあまあ別にいいんですけど、あの、 っていうところのことがいろいろ描かれてますっていう形ですね。まあ、今回も内容が濃いのでぜ,ぜひご覧ください。他にもいろんな記事がございますっていう形で。っていうところですかね。はい。というわけでね。まあ私も。 噂レベルではありますけれども、松本潤さんがまあわがままであるとか、ナルシストであるとか、そういう話を噂レベルでは聞いてたんで、ね、まあただそれは噂レベルの話なんでね、まあ我々が見るのは完品というか、出来上がってきたドラマであったり、バラエティだったりするんで、まあそこについてはね爽やかな感じで出てこられるんで、まあ特に何らしく。 かの感情は特にななったわけけんですけど今やねジャニー喜多川氏の加害問題も噂レベルの話が本当やったみたいな話が出てきてるんでここについてはまあどうなんでしょうねって思うわけでまあ文春祭が取材した結果そういった話が出てきてで、まあ、ご本まあ事務所及び関係者は一応否定してるっていう,いうような流れですかねはい。 分かりますよあの。今後どういう流れになるか分かんないですけどジャニーズ事務所がねあのちゃんとしたタレントさんは生き残りますけとにかくわがままだろうが何だろうがあの数字があってあの人気がある人っていうのは出続けるでしょうしまあそこまでじゃないけどちゃんとスタッフを大事に力もあってスタッフを大事にしてみたいなね、まあ、ちゃんとした人っていうんですかね <laughs> あの そういう人は当然それはそれで当然活躍し続けるでしょうしでも一方でジャニーズの力を背景に必要以上に膨らまされた人っていうのはそれがしぼむだけっていう話ですよねある意味本当の力が問われるわけでそこに踏み出せるかどうかっていうのが会社を辞める基準の一つになってるんじゃないですかねでもそこに自信がないとまああとねグループがあるからグループの事情とかもあるんで一気には言えないんですけどまああのなんて言うんでしょうね まあ、残ろうが出ようがどこに行こうがまあ、これからは単純に実力で判断されるしまあ、ここまでわがまま言っても使いたいぐらいの数字を持ってくるとかまあ、人気があるとか売り上げ上げるとかねなんかまあ あ何らかしらのものがあればいいと思うんですけど、まあ、そういうのは今後なくなるんで視聴率的には今回数字は取ってないわけですよね。まあそう考えるとまあ松本潤というだけで威張り続けるっていうのはまあ今後は難しいんじゃないまあもしやってたらですけどねやってなければまあまああ大したことない話だよねってことでまあ関係者に好かれてまたどこかで起用されるんじゃないかなっていうふうに思いますけどはい。 まあ、いずれにしてもどっちにしても文春さんはやっぱりえぐいとこついてくなっていう <laughs> 形でまあこのいわゆるね加害問題の構造を明らかにしつつ、まあ、いわゆるジュリーさんの、まあ、本流のところのタレントですよ。ね。やっぱりそこがやっぱり必要以上にやっぱりこう守られて結果としてわがままざんまになってるんじゃないんですかと業界の構造おかしいよね、まあ、これを正した方がいいよねっていうような指摘でもあるかというふうに私は捉えました。 以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。